はい、こんにちは。早速今日はタコということで、正月にですねちょうどタコを買ってきました。ということでタコを刺身とかいろいろ作っていこうというふうに思ってます。タコ足8本ですから、どうやって切ろうかな、何本あれにしようかななんて思いながらですね、早速やっていくわけですけども、今回はまずですね生の刺身用というところで、生刺身用、そしてあとは軽くボイルしていくのと、あとは頭を保存用にしようかなと思ってですね、こんな感じでまず下ごしらえをしていこうと思っております。まだプチプチっとくっつくですね。タコ買ってた時生きてたんですけども、あの冷蔵庫にちょっとしばらく入れてたら死んでました。でちょっと弱ってるんですけども、足はキュキュッとまだ吸盤がくっつくと、そんな感じでございます。さて早速ですねタコをですね湯がくんですけども、さっと湯がきますよ。カルボイル約これ10秒ですね、カウントに入っておりますけども、10秒だけさっとですね一旦これぬめりを取る感じだけでいいんですね。そうしまして、すぐに冷水に浸すとですね、本当にこう生のタコの食感が残ったままのですね、そしてぬめりがきれいに取れた状態になるという、これがまずあのタコのですね、さっと軽くボイルです。早速頭が次入りましたけどね、まずは裏面、タコの頭をぐるっと裏にしてですね、一旦これで湯がいていきます。そして今度は一旦取り出してまた表に戻してから、私はここでもう一回入れますよということをしていきます。約1分半ぐらいですね。生刺身です。やっぱりタコの生の刺身って最高にうまいですよね。私最近醤油とですねラー醤油を使って食べますけども、非常にうまい。ということでまずこれは刺身が一品完成できました。はい、完成で、もう一品はですね今回あの、まあ、刺身なんですけども、うわーうまそう。で残りのタコをちょんちょんと切っていきまして、こちらははいどうするかというと、最近使ってる簡単酢、タコの完成です。ご視聴ありがとうございました。うまそう。